皆様こんにちは、本日は平成30年、2018年3月14日、今日は木曜日ですね。木曜日の夕方です。ケムトレイル散布がですね行われている時には、録画して、記録しているんですけども、ちょっとここしばらくですねちょっとバタバタして忙しくて、ケムトレイルは行われていたんですけどもね、録画できなかった時は続いたんですけども、本日、14日ですねちょっと時間できましたので録画しておきます。で、私自身ですねちょっと風邪をひいたんでしょうか、インフルエンザなんでしょうかね、ウイルスにやられたんでしょうか、まあ、風邪のような感じなんですけどね、熱が出まして、まあ、熱出ていっぱい汗かいて、まあ、それはそれでとてもいいことなんですけども、春の嵐というかですね、もうちょっと急に急にこの 2,3 日暖かくなりましてですね、いよいよ春が来たなという感じなんですけども、空を見ますとですねご覧のように、ケムトレイルの雲がですね一面広がっておりまして、今日もですね今これやってみると、それほどよくわからないかもしれませんけどね、この辺もあこちらもそうですね、この太陽の周りのこちらの方の雲もですね、全部ケムトレイルで相当派手にバンバン巻いていましたね今日も。だから結局ですねこのケムトレイル散布というのは、本当にほとんど毎日ですね、休みなく行われているということが言えます。で、今日はちょっと私も頭も働きませんしね、風邪ひいててぼーっとしてるんで、一応、今日も行われていたということでですね記録しておきます。それでは今日はこれでおしまいにします。